私は気づいてしまった。ライバルズの作成スタッフ、そしてプレイヤーの男性率の多さ、最初から気づくべきだったんです。男はみんな巨乳が好きだと。なぜ俺は気づかなかったんだ。いや、むしろ気づいてたのかもしれない。気づかないふりをしていた。そんな不純な理由でキャラクターを強くするなぞ、あってはならんと。そしてそれを実証する動画を今回は撮っていきたいという感じでございます。そしてですね、もう一個理由がありまして、まあ、最近あのコメント欄でランクマッチまだダイヤ行ってないのとか、レジェンド行ってないねとかって言われることが多いんですけど、まあ、実際ね、なんだろうな、ライバルズキッズのみんなには多分そういう動画を作らないと、多分うまく伝わらないんだろうな、形として残さないと、伝わらないところもあると思うので、はい、こちらをね、使えば、誰でもランクマッチをね、駆け上がることができるという実証動画というのも踏まえてやってみようと思います。それではプレイ。魔族を束ねし者の力、覚悟してよね。覚悟してよね。さあ、相手はピサロさんですね。で、こう最初の手札は、なるべく床重視にしたいので全部変えます。で、手札が、床が来なかった場合、ドルヌーバーとかが来ちゃった場合は、基本、現術師でも OK ですね。立ち回りは、イージーですね。なるほど。サササンディ、紅蓮の炎で焼き尽くしてあげる。私のターン。おー、ランプかな？ランプっすね。ランプだったら、そうっすね。ランピートゥクディ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 ー。ベビーパンサーっすね。ベビーパンサーからピサロナイトを召喚して、まあ、ターンエンドですかね。まあそうですね、こんな感じで。そしたら、まあ、イオ引いちゃったんで、イオでいいっすね。で、こっちは綿棒を展開して、殴ります。すごくね、簡単で、こう、扱いやすいし、カードを作成するのもさほど、そうですね、錬金石とか必要じゃないから、まあ、誰でも、ランクマッチも簡単に上がれてという、まあ、最近僕がね、この動画を上げようと思ったのは、あれだったんですよ。ランクマッチまだ上がらないのみたいな。まだダイヤ行かないのっていうね、ライバルズキッズが多かったんで、まあそのライバルズキッズのね、方たちに、まあこれ使えばいけるぜっていうのをね、ちょっと見せたく、はい、この動画を今撮ってるわけですね。最高ですね。お
楽しみはこれからよ。さあ、ここは顔を殴っていって、サンディはもう無視ですね。私のターン。もうあれかな、先が見えてきた感じがしますね。ヘラゴースト、うんうんうん、ヘラゴーストで、まあ、ワタボウを、まあ、確かに取りたいですね。多分メラゾーマーでも引いたらもう終わりっすね、この戦いは。ピサロナイト召喚、おお、ソウルイーター、出つく波動、それも刺さる。だけどそこからの魔法陣は残る。やっぱ魔法陣がねちょっと強すぎなんですよね。あ、メラが来てしまう、メラが来てしまうし、そうなるとこういう感じですかね。これも無視して顔で、でテンションだけ上げましょう。すべてを。ただいま。で、ここでね注意が必要なんですけど、ヒャドはユニットに与えるダメージなんで、メラは優先的に取っとく感じですね。ですね、おじいちゃん、おじいちゃんが来て、まあこれで終わりですかね。あ、おじいちゃんも犠牲にしていく、なるほど。これで今実際3点か、3点、あ、イオを引く、素晴らしいですね。これも殴っていきましょう。どんどん顔を詰めて、簡単なお作業ですね。これで何点取れるんだ？これで11点。うん、8点。うん。まあ一応ダークマターとかもあるかもしれないんで、なるべく取っていきたいですね。私のターンだ。うん、やっぱそうですね。相手も結構詰めてきてたんで、打って正解。さあ何を引いてくるか、これが大事ですよ。ここがワタボ、さあ次はトップで解決されてしまうのか。トップでは解決されず、悲しい。まあソウルイーターが、あ、魔法陣、うん、まあソウルイーターがもう使っちゃってるんで多分大丈夫だと思うんですけどね。うん、ありがとうございました。すごく簡単、めちゃんこ簡単に勝つことができましたね。これ自分ほとんど何も考えずに、ただ点を取りに行ってるっていう感じなんですけど、最初のただ手札に持ってくるものだけ注意すれば、立ち回りがすごく簡単で、なおかつアグロピサロとかにも結構刺さる。で、まあ、グロに対してもそうだし、ククールみたいな後半強いやつにも勝てますし、まあ、どれを取ってもね、いい感じに立ち回れる。まあ、今のところ僕、プライベートでやってて、これ5連勝目なんですけど、
相当優遇されてる感じはやっぱしますね。まあ、実はこれね、プライベートでも作ってたんですけど、まあ、あんま放送の時にね、これ使っちゃうと、ちょっとファンプレイとしては、まあ、ピサロのファンプレイとしてはちょっとどうかなっていうので、まあ、今までこう使わなかったというか、まあ、公開はしてなかったんですけど、まあ、こちらのね、まあ、ちょっと、ライバルズキッズの皆さんにね、見ていただいて、まあ、このデッキ強いよと。まあ、実際強いものはあるけども、まあ、実はファンデッキとして活用してますよと。まあ、これを出していけば、そうですね。デッキ内容はこんな感じです。メラーとヒャドを使うパターンで、まあ、イオは全体攻撃ですね。メラミと、あと魔術師。まあ、最初の、手札に持ってくるのは魔術師と、幻術師ですね。この2枚どちらかを持ってくることが基本中の基本になってくるかなと、立ち回りで。まあ、最悪引けなかった場合は、まあ、ワタボーとか、笑い袋でも OK だと思います。一番引いてはいけないのは、まあ、最初はバルバロですかね。バルバロと嘆き、まあ、5コスのやつを引いてしまうのがちょっと事故かなと。だからこれを うまいこと使用していくと、まあ、ほぼほぼどのリーダーと当たっても、まあ、アリーナに当たってもミニアに当たっても、まあ、同じミラーだとどうだろうな。ミラー対決になるとちょっとあれかもしれないですね。魔法陣展開した方が強いって感じになっちゃうかもしれないですね。そうですね。ベロニカとか、そう、あえて、まあ、そういう強キャラを入れない安いコストで作るっていうので、まあ、作成してる。で、一番のキーは、バルバロもそうなんですけど、これですね。嘆きの亡霊がめちゃんこ強いです。テンションリンクで、2コス以下の、結構2コス以下の、特技を持ってくるっていうんですけど、2コス結構使えるの多いんですよね。なので、まあ、そうですね、デッキ、まあ、ほぼほぼ特技なんですけど、まあ、その嘆きが来れば、まあ、除去するものが何かしら来るようになるんで、まあ、かなりいい感じに動いてくれる。特に、全部がね、低コスで動いてくれるんで、まあ、だいたい8ターン目、9ターン目ぐらいには、リーサルが見えてくるような感じになると思います。相当強いですね、これは。なので、まあ、これは皆さんに一応今公開してるんですけど、僕は、またピサロの方に戻って、これからね、まあ、またライバルズ楽しくやっていきたいと思うんですけど、そうですね、まだランクマッチダイヤ行ってないの？とか、まあ、行こうと思ったらこういうデッキで、全然いけるんですよ。いけるんですけど、僕はその、まあ、面白いデッキというか、楽しい、自分が楽しいと思うデッキで、まあ、構築して、ランクマッチとかでね、実践的に使えるものを探したりとか、面白いものとかを使ってるので、まあ、こういうのやっぱ公開しないと、まあ、ライバルズキッズのみんなにはちょっと伝わらないかなと思って、まあ、一本ちょっと動画撮ってみようと思いました。なので、また、こういったね、強いデッキがあったら、こちら紹介していきたいなと思います。では、皆さん、ちょっと今日はね、早いですけど、まあ、こんな感じで、また動画化しますんでね、よかったら見てください。それでは、ありがとうございました。じゃあね。